ファミスタシリーズプロ野球ファミリースタジアム、プロ野球ファミリースタジアムのゲームブックは、ナムコの野球ゲームファミスタシリーズを題材とする二馬車、ファミコン冒険ゲームブックのシリーズ作品である。前後巻、ナムコスターズと他球団の対戦が、全巻共通のテーマである。第一巻の冒頭では、ナムコスターズは万年下位の弱小球団として描かれているが、第二巻の冒頭で、 リーグ優勝して以降は球界の大物が打倒、ナムコを旗印に編成する様々な球団と対戦するのがパターンになっている。著者は巻ごとに異なっているがサイコロを使わないゲームシステムと中村亮がイラストを担当している点は全環共通である。万年再開の弱小球団、ナムコスターズは親会社である。 カ紋食品の倒産に伴い解散が発表される。しかし、一方的な解散宣告に納得がいかない。プレイングマネージャー、ピピは、単身、球団の引き受け先を探すことにする。万年再開のナムコスターズを引き取る、特殊化などいるわけがないと誰もが冷ややかな視線を送る。中、実業家、ナヨメふるシが、球団買収に名乗りを上げるが、その条件は近く。 アメリカから来日するメジャー、リーガーズとオープン戦を行い、ナムコスターズが勝利することであった。誰もが無謀すぎる条件だと尻込みする中、ピピは何事もやってみなければわからないと言い聞かせて、球団の命運をかけ、本拠地、ピッカリ球場でメジャーリーガーズとの対戦に臨むことにする。ボリューム1の概要前半が、奮闘特訓編、後半が、 激烈試合編に分かれている。奮闘特訓編では、手持ち資金4億円を使い選手の強化や、情報収集、打球団所属の協力可能選手獲得を行い、後半の激烈試合編に臨むことになる。選手データは、ファミスタ87がベース。ナムコスターズの選手中、サンマはタンマに名前が変更されている。 メジャーリーガーズ戦で劇的な勝利を収め、球団存続を決めたナムコスターズは、監督専用となったピピの采配もさえ渡り、その年のペナントレースでも、快進撃を続けて圧倒的な強さで悲願の初優勝を果たす。しかし、目の前で胴上げを見せつけられたドラサンズ監督、月の変一型球団に劇を飛ばし、メジャーリーガーズを含む13球団のオールスターを結成。 ドーム球場でナムコ VS オールスター戦が開催されることになる。ボリューム2の概要選手データはファミスタ88がベース。したがってピピはプレイングマネージャーでなく監督専業となっている。会によっては実況視点、スタンド視点で展開することもある。巻末にはナムコスターズ選手名鑑が1選手1ページ、合計16ページにわたって収録されている。 オールスター戦を制して、名実ともに、球界の覇者となったナムコスターズに対し、かつてガイアンツを旧連覇に導いた、球界の神様こと、ドクタードン・アキラハルが、挑戦状を叩きつける。ドン・アキラハルは、往年の名選手を結集し、ウルトラ・オールドスターズを結成、昭和中期のレトロ感漂う、ウルトラ球場で試合が開催されることになる。世間の下馬評は、 ナムコの圧倒的優位だったが、ドン、アキラハルの秘策にはめられたピピは予想外の苦戦を強いられる。ボリューム3の概要選手データは、ボリューム2と同様、88がベース。ウルトラオールドスターズは、PC エンジン版、プロ野球ワールドスタジアムのオールドスターズがベースになっているが、本書では元データの姿に変わり、 前年に引退したばかりのフグボーンが登場している。最終盤、展開によっては監督であるピピが自ら代打に立って、逆転サヨナラホームランを放つことがある。この展開に関して、後年に発売された、スーパーハミスタ4及び、5で、各球団の監督が代打として使える裏技が、本作からの逆輸入であるという説がある。ただし、 両作品のナムコスターズ監督はピピではなく、4が中村、5がパックである。突如として横浜港の沖合に出現した野球場型メガフローと黒船球場。ミスタープロ野球こと町長重尾和田と、ナムコのために世界各国から一芸に引いてた猛者を集め、世界野球軍を結成、自ら監督に就任し黒船球場でナムコと決着をつけると明言する。 ボリューム4の概要をナムコスターズの選手データは、タイトル通り、ファミスタ90がベースとなっている。対戦相手の世界野球軍は、本書の完全オリジナルチームである。本作は、5点以上差がついた時点で、即、コールドゲーム、5回終了時までナムコが無得点だった場合、ナムコの負けという特別ルールが採用されている。 世界野球軍メンバー世界野球軍との激戦にも勝利し誰もが認める世界最強の球団となったナムコスターズにコミッショナーより月の編一率いるオールスターと1年前と同じドーム球場での再戦が提案されるピピはこの提案を2つ返事で承諾するがその記者会見で散々月のをバカにした挙句5点以上取られたら 全員丸坊主になってやると大言倉庫。迎えた試合当日、エースラツプは、もう超縁、純エースの、スウィートは、行方不明になってしまい、さらに審判団までもナムコに不利なジャッジを連発する。果たして試合の勝敗はボリューム5の概要本作は、全4作からストーリー上は、連続しているが、ゲームボーイ版、ファミスタを原作とする関係上からレーベルが、 ファミコン冒険ゲームブックでなく、ゲームボーイ冒険ゲームブックとなっている。選手データも同作をベースにしており、選手名の表記がオールスター側を含めすべてひらがな4文字となっているため、ボリューム、ニット同一の選手でも名前が異なっている場合がある。ナムコが累積で5点以上取られた場合、即座に負けとなる特別ルールが採用されている。パックは、 元から4番打者兼任のプレイングマネージャーである。マサイ族の居住範囲はケニアとタンザニアに分布しているが、本文中ではマサイ族代表としか書かれていない。ありがとうございます。